はい、どうも。今ね、4ちゃんの、乱射マスレに来てるんですけど、東方の。なんか、かなりね、今まで見たこともないような文献に遭遇しまして、まぁ、ちょっとこれなんですけど、まぁ、ちょっとね、今まで私がね、得た文法知識を使って解読していこうと思うんですけど、まず、英語の基本は、まず動詞を見つけることじゃないですか。まぁ、これ主語がないんで命令形なんですけど、まず動詞を見つけて、そんでその動詞の後ろに、まず前置詞がないかどうかを確認して、前置詞がない名詞がある場合、それが2つあるか、1つだけなのかっていうのを判断するわけですね。で、このレッツの後ろに、us、これ us の短縮形らしいんですけど、私たちっていうのと、この have っていうのがね、2つある。まあこれが前置詞なしの、まあ、品詞になるわけですけど、こう二つある場合は、要するにこの二つが、就職関係にあるか、例えば形容詞名詞なら、就職できるのか、もしくはその、主語述語の関係になるのかっていう、そこをまずチェックして、それがね、なる場合は、VOC で、就職できないとか、主語述語の関係にならない場合は、VOO なんですけど、この us と have っていうのは、主語述語になりますね。私たちは持つっていう。なので、これはまあ、とりあえず主語がないですけど、まあ、あったとしたら svoc という関係になるわけですね。そんでね、まあ、ここまでは普通にわかるじゃないですか。でも今回、この後ろにさらに、前置詞を用いない名詞句が、この案が監視でね、ここまでと、ホノラリースレッド、コンメモレーティング、あとこのザ・フルフェストテイルっていう、この二つのね、まあ、この因以下はこの前置詞なんで、因の。まあ、この二つがあるわけですけど、これは、もう、レッドっていう動詞の、取れる、こうっていうか、要するに意味がかかる、こうっていうのは、この二つしかないわけじゃないですか、基本的に。SVOC、SVOO。どれだけ、一番長いやつでも SVOO か SVOC という、動詞が取れる、こうっていうんですけど、要するに主語と、目的語と、直接目的語と、間接目的語、もしくは主語と、目的語と、目的語、目的格保護の最大でも3つだと。だから、もうこの、もうその as と have でその要領を使い切っちゃってますから、もうこの let はもう取れないんですよ。他に名詞を。こんな thread とか、この tail とかあっても。じゃあこのテイルとこのスレッドっていうこの名詞句は何の目的語なのかっていうのは、まあハブなんですよね。いや、ここまでなら普通に今まで結構見たことあるんですけど、さらにその原型不定詞が2つのなんか目的語か保護かわかんないけど、こういうのを取るっていうのは、まあまあ僕が初めて見た。まあ今まで見てたけど、その意味わかんないから読み飛ばしてたのかもしれないけど、ちょっと最近勉強して読めるようになってきたんで、はい。で、まあ二つ名詞がある場合、その二つがその就職関係にあるのかどうかっていうことですけど、まあそのテイルと、スレッドっていうのはイコールじゃないですよね。尻尾とすれば。就職関係にもならないし、これが動詞でもないんで、どうなのかな。スレッドイズテイルとか、スレは尻尾です。みたいな。記念スレは尻尾です。みたいに言わないですよね。尻尾のためのものですだったら、ここになんか前置詞が入ると思うんで、フォーザフルエステイルとか。つまりこれは、VOO の可能性が高いですね。となると、まあ、まず主語は us っていうか、まあ、主格にしたら we になるんですけど、私たちが持つ、まず間接目的語っていうのは、まあ、この記念すべきスレのために、この honorary
Honorary. Honorary. 名誉すれ、名誉記念すれ。Commemorating. Commemorating. 名誉すれ、まあ、記念すれのために持つ。まあ、ためにっていうよりその have っていう、まあ、持つっていうその動作の、まあ、直接的な影響を受けるのがこのフルフィエストテイル、つまり最もモフモフしたフラフィエスト、フラフィエスト、フラフィーがまあモフモフしたっていう意味なんですけど、それに最上級の EST がついて最もふわふわした尻尾 S がついてるから、まあ乱射まあいっぱい尻尾を持ってるんで、最もモフモフした尻尾を持つ、その持った結果、次にまあ間接的な影響を受けるのが、このスレ、つまり我々が最もモフモフした尻尾を持った結果、次に間接的な影響を受けるのが、このスレなので、まあ、つまりこのスレに、尻尾を持ってきたみたいな意味かな。ハブ、なんか持ってきただとなんか噛むとか、なんかもうちょっとこう副詞が入るとか、ハブにかかる、ハブアップみたいな、そんな駆動詞があるのかわかりませんけど、まあ、多分意味合い的にはそんな感じなんですよ。で、基本的にはハブってさ、直接目的語以外に取らないですよね、こんな。なんかを持つっていうのがあっても、まあ、なかなかね、そういうのはないんですけど、まあ、二つの項を取る場合、例えばこんな感じで、ハブも、まあ、このトークっていうのは原型不定詞になるから、この、要するに、これは SVOC の構造なんですけど、まあこれもそうかな、過去分詞も、ハブ、ヒムとこの、いじめられたっていうのは形容詞だから、そのヒムといじめられたっていうのが就職関係に当たるから SVOC ですね。だから今回のはあの SVOO の関係なんですよ。このテイルとこのスレッドがイコールにならないから、 SVOO の関係をまあないか調べたんですけど、なかなかなくてですね、でもね、どっかあったんだよね。こういう原型っていうのは、その、彼に報告させよう。彼と報告が、やっぱ、四五術語、彼が報告することを持つみたいな、これも違いますね。SVOC ですね。で、なんかね、どっかあったんだよね。目的語みたいなのが。あ、これ。アメリカの口語で、だから口語つか、これ以外ね、見つからなかったんですよ。俗語とか口語とか。だいたいね、こういう目的語 with 名詞とか、ただこれ with が前置詞じゃないですか。だから違うんですよ。OO じゃないんですよ。SVO プラス前置詞句だから SVOP なんですけど、これはね、oneself と time っていうのが別々の名詞じゃないですか。oneself も名詞で、代名詞で、time も名詞だから、就職関係にないわけですよね。自分自身とタイムはイコールにならないですから、SVOO なわけですね。だからその、時間を持った結果、次に影響があるのが自分自身。だから自分自身に対して時間を持つみたいな、そういう感じですね。まあ普通はなんかその to とか for とかつけるんですけど、まあ交互だから。いや他にはね、こういう例なかったんすよ。見たんだけど。全部その、なんか名詞プラス前置詞プラス名詞みたいな、目的語副詞とか、なんだっけ、目的語保護だから OC ですよね。だから OO の関係はね、なかなかないんですよ。これも目的語、だから名詞だけど、間にこれ前置詞が入ってますから、こういうのは OO じゃないんですよね。OP なんですよね。というわけでね、まあ、かなりレアケースだったらしいですね。口語文。まあそんな感じで。で、あとは前置詞句がくっついて、幻想郷の中で。幻想郷が、これ動詞か。幻想郷が添付した、最高の少女へ、添付